第9回は効果判定についてです。いよいよ最後のステップ6に入っていきます。ステップ6の学習目標は、効果判定をして今後の方針を立てるというものです。もしかしたら、臨床実習では時間の都合や患者さんの病態、症状の影響で、このプロセスを経験できる人は少ないかもしれません。しかし、働くようになってからは必要になりますので、理解しておいてください。 ステップ6は初期評価時に行った評価項目を再評価し次に治療結果を考察するための情報収集を行いそれらによって効果判定今後の方針を立てるということになっていきますでは進めていきましょう再評価の結果から膝の伸展筋力は MMT2 から3 股関節の屈曲筋力が MMT3 から4体幹の筋力も増強されています活動レベルで見ると歩行が筋位監視まで行きました 10m 歩行の速度は22.3秒です仮説は正しかったですかと、A、指導者の先生が聞いて A 子さんがはいと答えています一症例において仮説が正しかったというのは少なくとも機能のレベル機能レベルと、A、動作 障害のレベルが同時に改善した時だけですとはいえ、正しいというのもある程度限定的なものです。その理由を書籍の方に書いていますので確認しておいてください。それでは理学療法の結果を図示してみましょう。これで治療効果と治療後の障害構造が理解できると思います。心身機能構造の部分が緑色。で活動のところがオレンジですね。酸化のところがブルーになっていますで。黒のところが理学療法。 の内容ですねこういったものをそれぞれの機能障害や動詞、えー、障害に対して行っていったとで。可動域制限は変化ない、えー、屈曲筋力は改善した、心部感覚は変化なし、えー、心電筋力は改善した、歩行は禁異監視まで行きました、強小化も少し改善しましたが、えー、自宅復帰はまだ、えー、困難な状況にありますというのが今の現状になります。 次にに治療結果を考察すするための情報収集に進みますここでの情報収集は、一つ目は治療が有効であった場合、なぜ有効であったのか、二つ目は有効でなかった場合はなぜ有効じゃなかったのか、それを受けて三つ目に今後どのようにしていくのか、というこの三点を考える必要があります。学習効果を高めるために、自分がしたことを考え直すというのは非常に大切なことになってきます。 治療が有効だった理由は何だと思いますかと指導者の先生が聞いています。その理由は、ステップ5のところの治療の根拠が1つ使えます。ここでもう1つの例として、股関節屈曲が改善したことから、そこに焦点を当てて調べ、股関節屈曲は歩行時の振り出しに作用するという文献的な知見を得たとします。では、効果判定のための三角ロジックです。データには再評価を行った結果、 ワラントには治療結果を考察するための情報収集が入ります。これらによって効果判定をし、今後の方針を立てていきましょう。次に具体的な例を示します。 筋力トレーニングによって、進展筋力が改善、深部感覚障害は変わりなく、RM 制限もあまり変わりありませんで。股関節屈曲の筋力に関しては3から4と改善して、これは歩行の振り出しに影響することが分かりました。で歩行は筋に関しまで改善し、立ち上がりは修正自律、また移動、異常は軽度解除の状況です。 でえー、クレームですが、一つ、えー、仮説から検証できた作業としては、ひざ関節伸展筋力の改善によって歩行時のひざ関節の過伸展が軽減しました。えー、今後の方針として、さらなる機能改善ですね、えー、筋力はまだ十分に復帰していないので、こういうことも必要です。また ADL、異常、移動なども、えー、経度解除が必要な状況ですので、こういうのも獲得していかないといけません。さらには自宅復帰に向けての環境調整を、えー、検討していく必要があります。 先ほどの三角ロジックを文章にするとこういうふうになります。まず主な問題点ですね。で治療の結果がこういうふうになりました。で特にひざ関節の筋力が改善して歩行時の膝折れがなくなったで。股関節の筋力も改善して歩行速度が上がったんじゃないかと考察しています。それに加えて しかしながら股関節心電機量がまだ MMT3 で低下した状態で段差症候の獲得にも至っていない今後は残存した機能障害のさらなる改善とそれを利用した ADL の獲得自宅復帰に向けた自宅の環境調整などを進める必要があるというふうになっていますこういった文書にですね次の病院に転院する場合には患者さんの受賞規定などを付け加えてあの転院書類として提出することもあります 少し今後の方針については内容が薄かったので指導者の先生が追加で説明してくれています。もっと筋力トレーニングの効果を得るにはどういうふうにすればよかったですかとか、速乾質の可動域が改善できてなかったけれども他にやり方はなかったかとか、家屋調整をするならばどんな調整が必要かというようなことですね。でも学生としてはこれで十分ですということです。また今回は筋力… トレーニングというのを中心にしましたが単価、まあ、思想具を用いるような方法もありますよということで、えー、と言ってくれています。英子さん終わったと言って喜んでいますね。ということで、えー、これで理学療法の流れは一通り終わりです。今回は効果判定について説明しました。で実習で見ることの多い疾患をこの本書籍のこの後に続けて載していますのでまた見ておいてくださいで。次回はリフレクションを扱おうと思います。 最後に本書の利用時期ですが、1つ目は実習前ですね。模擬症例として学校で教えるに使うというようなもので。2番目は実習中ですね。これを一番想定して書いています。もちろん学生さん本人と教育担当の先生が学生の理解を確認するために使用するで。3番目が実習後ですね。学校の先生が学生の理解を確認するために利用する。4番目は新人、本人。 がもちろん使うっていうことと、新人の教育担当者の先生が新人の理解を確認するために利用してもらえたらいいなというふうに思っています。で最後に5番目、研究ということなんですけど、自分が発表する際に今回習ったようなデータがちゃんと揃っているかとか、ワラントは確かかというものを確認してもらって発表してくれたらいいなというふうに思っています。ぜひ皆さんが5に進まれることを期待しています。ではお疲れ様でした。